し、見えてきた。神様、なんか妙な感じだったな。へへ、木が見せてくるのがわかんな。木が見せてくるのがわかんな。お、こりゃすげえ木の塊だ。木が見せてくるのがわかんな。木の塊だ。よっ、神様。ミスターポポモ、久しぶりだ。待っていたぞ。で、言ってんな、うん、ドラゴンボ。線路の調子でも。いや、私の死、私の存在そのものの、あくまで予感だ。そこまで深く。もう、わかった。予感なら、うん、だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに。よく考えて使わねえとな。分かったよ、神様。おっと、そろそろ戻らねえ。クロたちは。やじろべえ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか。そういうこと、頼みがある。なんだ頼みって。先祖だわ、先祖。神様がまた育て、それにゃ肥料とか必要で、それ集めんのおみやさんに頼もうと思う。ならおめえが集めに行けばいいじゃねえか。おりは忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが自分で探してくるのが当然でしょ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし、じゃあ。てなわけで、今説明したやつ、肥料は聖地カリニャ、場所も地図に印つけ、この塔をずー肥料集め。わかった、行ってくる。はっ、やっ。カリン様には先祖で世話になってっかんな。こりゃカリン様から寝てんかな。やじろべえのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って。おい、見えてるヤジロベエのやつ、刀は凄腕なんだよな。初めて会った時、魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどな、あいつ。
カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにはオラも手伝わないとな。ヤジロベのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。ああ見えてヤジロベのやつ、刀は凄腕なんだよな。初めて会った時、魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどな、あいつ。なんか嫌がんな。いいもん手に入ったな。すんげえうまそうなもん見っけ。いや、すんげえいいリンゴだぞ。いやー、うまそうなリンゴだ。えい、よし、はっ、よし。ん？なんかいるな。おめえ、やるなら相手になるぞ。なるほど、ヤジロベのやつ、これが嫌で、いい？あったあった。すんげえいい肉が手に出た。うまそうなリンゴだ。ウッパたちが暮らしてんはこの辺りだよな。よし、うん、こりゃすげえ木の塊だ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
すんげえいいリンゴだぞ。すんげえいい肉が手に入った。すんげえいいリンゴだぞ。いいもん手に入ったな。こりゃすげえいいリンゴだぞ。ひゃー、うまそうなリンゴだ。よう。よし、これだな。取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バカも。それは悟空が取ってきたんじゃろ。楽ばかりしようとしようってから。おい、寝てた。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度どんな仕置きをするべきか。そりゃあにゃ。ともあれ、ご苦労じゃったな。ごくまた先祖が育ったら分けてや。頼んだ。遅くなっちまった。黒たちんとこへ。
いねあいだピッコロにゃご飯の修行を任せっぱなしになっちゃって悪いことしたな。相当厳しく規定てくれたみてえだし、あげてや。えい、よし、ご飯もすっかりピッコロに懐いてるし、あいつらいいシティコンビだな。あいつらとの修行、楽しみになってきたぞ。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。あ、お父さん。わりわり。さて、おし。それじゃ、二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやる。はい。
おめえ強くなったな。そうかガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろ。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のお前がメソメソ泣いてた。そうか、おめえたちオラが死んじまう。使えんガキには用はなかったからな。まあ、少しは使え。すまねえな、ピッコロ。おかげでご飯ももしかしたら、あっちゅう間にオラたちを、父さんたちを超えるな。それくらい強くなってもらわなければ。今度、オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後、みんな踊る。はい、そういえば、他のみベジータの野郎は、相変わらず一人で生きが。なに、ベジータならで。奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム、あれさえ、あんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにいやがる。あの女の親父はどこだ。よっ、やそこか。ふん、これは悪くない。おお、うまそうじゃないか。
ここにいたか。なんじゃ、何か言おう。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている？大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し。材料だと。そりゃお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば。まあ、そういうことだ。集めてきてほしいのはね。と、必要なものは以上。それを集めりゃ。はっ、見てろ。貴様以上のトレーニングをして、俺は必ずスーパーサイヤ人になってやる。この俺がカカロットの野郎を倒すまでは何でも利用してやる。Thank you.
いらっしゃい。毎度。スーパーサイヤ人になるだけじゃないぞカカロット。俺は貴様以上の強さを持った最強のスーパーサイヤ人になる。おい、
気にするがいい。これは悪くない。ザコどもだ。本気で来るんだな。うまそうじゃないか。よっ。暇つぶしにはなったが、
ザ子供が。そっちに用はない。ザ子供が。ザ子供が。簡単すぎてあくびが出るぞ。簡単すぎてあくびが出るぜ。悪くないリンゴだ。これなら食ってやってもいいな。悪くないリンゴだ。力が出るな。はっ、この星の原住民か。いいもん拾ってんじゃねえか。命が惜しけりゃ。なんだ貴様らは。フリーザ軍の残党。お前ベジータか。そうか、お前もフリーザ軍が滅んで金目のもんだが、この星はバカか。俺は今機嫌が消えやがれ。Ah!
圧もしやがれ。あれれれれれザコどもが。ザコどもが。地球人の町ではまともな方か。ザ・子供が。腹に何か入れねえと。これか。ザ・子供が。
おお、悪くないリンゴだ。やり合えるのはなかなかだ。